あのさ、うん、今日俺久しぶりにあの小山さんの YouTube を見たのね。うん。俺ちょっととんでもないことに気づいちゃったんだよ。はいはいはい、何？あのね、小山さんってあの、人からもらうものは絶対もらうんだけど、自分のものは他人に与えない人だっていうのを気づいちゃったんだよ。そう、というのは今日小山さんが YouTube の中で言ってたことなんだけど、なんかね、今日小山さんの家にファンの人が来たらしくて、なんかお茶のセットの箱買いしたお茶とかコーヒーとか、あと現金ののし袋を持ってきて、でそれを小山さんに届けて、小山さんはそれを嬉しそうにもらってその報告をしてたんだよ。で思い返せば、小山さんってスパチャももらってるし、それこそ俺がさ、手配したその銀行口座に直接振り込むやつ、そのお金も受け取ってんで。ああ、そうだね。そう。でも、じゃあ小山さんって、じゃあそのもらってばっかりいるけど、じゃあ何か人に与えてるかって、ちょっと振り返って考えてみたら、1円もね、あげてないんだよ、誰にも。うん、ああ、確かにね、言われてみれば。でしょ？うん。で、そうやって言うとさ、なんか、その、ちょっとこれを見てないから分かんないかもしんないけど、うん、なんか小山さんの昔の友達で内藤豊っていう人がいるんだけど、はいはいはい。まあ、その人はなんか千葉の、その、KGB とかいう有名なチームの幹部だった人らしくて、でその人となんかコラボした時に、なんか店員にチップとか渡してたシーンがあったのね。で俺がこういう話、その小山さんはもらってばっかりで人に1円もなんか身銭を切ってないっていう話をすると、いや店員さんにチップあげてたじゃねえかっていう人がいると思うんだけど、そもそもそのチップあげたお金も人からもらった金なんだよ。ああ、まあ確かにそうだね、うん。そう、自分の金じゃないんだよ。うん。だからさ、なんかちょっとさ、人として、うん。ちょっとあれって思っちゃったんだよね。ああ、確かにね。うん。少なくともさ、うん。お茶くれた人とか、口座振り込んできてくれた人、うん。に対して、うん、こう、なんかあげてもいいとは思うよね。お返しするよね、普通。うん、普通はする。だってそれがさ、日本のさ、美しい文化じゃん、なんか。うん、うん。もらったらさ、そのお礼をするみたいな。うんうんうん。それが一切ないんだよ、小山さんには。ああ、確かにそうだね。うん。うんうん、何もない。で、唯一あげたチップも、うん、人からもらったお金だからね。うん、そうだね。そう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 。で、そもそもの話でさ、うん、このスパチャっていうシステムあるじゃん、YouTube に。うん。あれって、はっきり言って、どこの馬のボーンが払ってるか分かんないようなお金じゃんか。もらう側は、うん。うん。これって例えるならさ、例えば道歩いててさ、なんていうの、知らない人から「はい1000円」って渡されたら普通もらうか。いや、もらわないし。もらわないでしょ。うん。なんかそういうのも平気でもらう人なんだよ、小山さんって。ああ、要するにスパチャがそういうあれだったことね。そうそうそう、とりあえずもらうもんは絶対もらうぞみたいな。そうだね、うん、そうそうそう。なんかね、そういうこと考え出したらちょっとなんか、この人感覚ずれてんじゃねえかなと思い始めたんだよ。はい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 。うん。で、まあそうやってさ、そんな、まあ確かにもらうお金はさ、どんなお金だろうが嬉しいけどさ、うん、まあ一般的な感覚で言ったらさ、うん、なんかその、プライドがねえのかなとか思っちゃうんだよ。例えばさ、俺がもしさ、小山さんみたいに
すげえ貧乏でさ、うん、お金も日々の生活も困るような立場だったとしても、うん、で服もさ、毎日同じ服着てるよぐらいの、うん、貧乏だったとしても、まあ俺だったらやっぱボロは着てても心は錦って言葉もあるからさ、絶対受け取らないよねそういうお金は。ああそうだね、うん、なんかねちょっとそこもなんかおかしいなと思うんだよね。ああ確かにね、うん、でさ、まあ前も話したけどさ、うん、おそらくその YouTube の収益、ああはいはいはい、うん、あれ入っても絶対独り占めするよあれは。ずるともそれはマジで、うん、コメントでも言ってたよね、うん、あのしてくれないと思うって。ああいたねそういうコメントを、うん、なんかそういうとこで人間性って出ちゃうよね。ああそうね、うん、なんだろう、自分のあれかな、やっぱ俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの、俺のものみたいな考え方なのかな。ジャイアンな、うん、なんかそういうことやってる人ってやっぱ最終的に嫌われちゃうよね、やっぱ。いや、ささずのもやっぱりその、うん、なんていうのかな、返して、まあ、見返りが欲しくてやってるわけではないと思うんだけど。そう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 、でも礼儀として、礼儀としてさ、うん、そうあるじゃんやっぱ、うんうんうん、小山さんにはねそういう礼儀みたいな心がない人ないんだよ。ああ、うん、それをね俺今日ね、その小山さんが嬉しそうにお金もらったとか報告してるのを聞いてて、うん、気づいちゃったんだよね。なんかお金もらっただけ聞くとさ、うん、あれだね、あの小学生がお年玉もらったみたいな。まあまあ似てるんだけど、でもお年玉とかだったら身内からもらうからまだいいし、うん、まあそれに、ね、そうそう、それに子供だからまだいいんだけど、うん、小山さんってもう40過ぎた一発の大人なわけじゃん。うん、間違いない。それで見ず知らずの人からお金あげるって言われてもらう感覚、これはちょっと俺ずれてると思うな。確かにね、うん、普通はもらえないよね、うん、で結構小山さんってさ、なんかかっこいいこととかよく口では言ってるけどさ、うんうんうん、だからそういうの聞いてて、ああこの人、まあ今現代にはいないさ、なんか侍みたいな人だなーなんて一瞬思った時もあったんだけど、おなんかよくよく考えたらなんかとりあえずもらうもんは全部もらうし、断るってこと しないから。そうね、うん、だから小山さんはなんか侍ではないなとはなんか思っちゃったね。ああ、ああ侍じゃなかったら何、侍じゃなかったら、うん、侍じゃなかったらなんだろうな、まあ言葉悪いけど、まあまあ、決して小山さんがそうっていうわけじゃないんだけど、うん、まあ見る人によったらもうただの物乞い、うん、に見えちゃうかもしんないよね。まあ、でもそうだと思う、あの全く知らない人たちからそれだけを見たらやっぱりそういうふうに見えると思う、うん、でしょ。だってうん、よくっていうかさ、そんな知らない人からお金もらう人って物乞い以外いねえじゃん。普通の人だったら絶対断んじゃん、そんなの。うん。うん。まあ、決してね、小山さんがそういう物乞いだって言ってるわけじゃないんだけど、うん。うん。なんかそれに似たような感じはしちゃうよね。うん。そうだね。なんかしてくれればいいんだけどね、少なくとも。そうだよね。朝なんかさ、動画とかでももらって、うん。うん、もらったとしたらば、ありがとうございますって何かお返しするみたいなのが見れればいいんだけど、ね、あほとんど見えてこないから。確かに。
で結局俺多分ね小山さんこのまま行くと、お金が入ったことも多分報告しないと思うんで、はい、ほんと全部ねもう1円たりともね人にあげたくないから、多分ね隠しちゃうと思うんだよね。なんかいろいろさ考えると、なんか俺が思ってた小山さんとなんか違うなっていうのをやっぱいろいろ気づいちゃったのよね。ああ、まあずれてきちゃうよね。うん。